回路系、回路系、回路系、英語、マルチマター・マルチメーターとは、電圧、電流等々の量、値を、複数の機能を切り替えて、測定、計測できる、計測機器のこと。回路試験機とも言う。スイッチ、ロータリースイッチ、ダイヤルスイッチ、スライドスイッチ、ボタンスイッチ等によって、内部の計測回路を切り替えることによって、直流及び交流の電圧、 電流等々様々な量を計測できる計測器である。保守点検用電気計測器として扱われることもある。一般に馴染みの深いテスターはマルチメーターの一種で直流の電圧、電流、抵抗、交流電圧を測定することのできるものである。回路計は JIS C1200 人によって規格が定められている。指針でアナログ表示する。 アナログマルチメータとアナログデジタル変換してモニタに数字で表示するデジタルマルチメータがある。古いものではスイッチではなくプラグで差し替えて回路を切り替えるものもあった。アナログテスターとも呼ばれる。広範囲の直流電圧、直流電流、交流電圧、電気抵抗の測定が可能である。多機能機種では交流電流、 トランジスタの電流増幅率、コンデンサの静電容量、温度などが測定できるものもある。アナログマルチメーターは一般に以下の部品から構成される。大型、精密の用途を除き、平坦な場所に置いた筐体を上から除きメーター、指針の指示値を読むようになっている形状が一般的である。測定に際しては、テストリードを端子に接続し、スイッチ切り替え、または、 テストリードの挿入端子を変更して、目的の測定回路を選択する。一般に用いられている、アナログマルチメータの測定範囲、レンジは、おおよそ次のようになっている。異なるレンジでメモリを共有するため、抵抗を除く、各レンジは2.5、5、10、または3、6、12の倍数、抵抗は10倍、または100倍刻みに設定されている。 ただし、交流電圧の最低のレンジに限り、整流器の特性の関係から、ゼロ付近が詰まった特別なメモリになっていることが多い。工術のデジタルマルチメータのように自動で、レンジが切り替わる性も存在する。電圧測定に関係するケーキの内部抵抗、入力抵抗は、オームフォトボルト、オームパーボルト、オメガ、V で表し、メモリ板の片隅に表示されている。 この値が大きいほど回路に及ぼす影響が小さく、精密な測定が可能であるが、機械的に弱くなるため取り扱いには注意を要する。一般には2から 50kΩV 程度の製品がある。特に高い内部抵抗を必要とする場合には、入力弾にヘットを使用した高入力抵抗タイプのものか、デジタル式を使う方が望ましい。 測定するおおよその値が基地である場合、例えば乾電池では、その値が測定可能で最も指針が大きく触れるレンジに切り替える 1.5V の乾電池の電圧を測るならば2.5、または 3V レンジ。次に直流であれば、赤のテストリードを測定物の側、黒のテストリードを引く側に当てて指針を読み取る。曲線を誤ったり、 電流レンジで誤って、電圧を計測すると破損の原因になるので注意する。ほとんどの場合はその前にホモヒューズが溶断する。交流を計測する場合は、テストリードのプラスマイナスの区別はない。測定する値が未知である場合は、まず最大のレンジ、電圧ならば1000、または 1200V で、目安的に確認しておき、それに合った低いレンジに切り替えて測定する。測定前に、 電磁を抵抗に切り替え、2本のテストリードの先端を強く接触させゼロオーム調整つまみを回して指針が0オームを指すようにする。その後で測定物にテストリードを当て、指針を読み取る。電圧、電流と目盛りの向きが逆、右から左であることに注意する。指先で2本のテストリードの両方に測定物を直接押し当てるようにすると、 並列接続された人体の抵抗とともに測るため、正確な測定ができない。また、電子回路内の抵抗を測定するには、必ず電源を切っておき、抵抗器などの値を測定するには、その一端を回路から外しておく。抵抗の場合は、電圧、電流と違い、レンジの選択が適切でなくてもテスター本体が故障することはない。ただし、 低抵抗のレンジでは測定物に大電流が流れる、ため、一部の半導体素子などは破損する、可能性がある。ダイオード、トランジスタなどの導通試験を行うには、回路の都合上、黒のテストリードが、内蔵電池の、赤のテストリードがマイナスに接続されている、極性が逆ので注意を要する。デジタルマルチメータ、デジタルマルチマター、略称、DMM は、 アナログデジタル変換回路を用いて測定値をモニターにデジタル数字で表示する回路計である。デジタルテスタとも呼ばれる。デジタルマルチメーターは一般に以下の部品から構成される。スイッチの切り替えにより、広範囲の直流電圧、直流電流、交流電圧、交流電流、抵抗の測定が可能である。高級機種ではコンデンサの静電容量。 周波数、リューティ比などが測定できるものもある。小型化され、カード型のものやペン型の製品も存在する。アナログ式と比較して、内部抵抗、入力抵抗が非常に高く、低電圧、低抵抗、高抵抗などの測定に向いている。また、アナログ式では、交流電流の測定は一部の高級機種に限られる機能であるが、デジタル式では低級機種でなければ、 交流電流の測定機能がついていることが多い。一方で、測定値が絶えず変動する場合には、数字の読み取りが困難であるといった欠点がある。そこで測定値の保持機能や、モニタ上において、バーの点灯個数により測定値の代償を直感的に示すバーグラフ式表示機能などが設けられることがある。アナログデジタルを一つの本体に複合した製品も存在する。 オートレンジという機能があり、測定値の代償に応じて自動的にレンジが切り替わるのが一般的である。しかし、測定値が大きく変動するような場合はレンジが頻繁に切り替わると読み取りがコンになる。そこで指定したレンジに固定するレンジホールドと呼ばれる機能も用意されている。機種によっては直流信号と交流信号を自動識別してモードを切り替えるものもある。 なお、デジタル式で抵抗レンジを選択した場合、アナログ式とは異なり赤がプラスとなる。また、オートレンジ機能により流れる電流が変化するため、スピーカーなどにテストリードを当てると、レンジの切り替えに伴ってプチプチという音が聞こえる。使用方法は、アナログ式とほぼ同じであるので、その節を参照されたい。ただし、直流電圧。 電流レンジでの測定時に曲線を逆に接続しても、引く、マイナス記号などの表示が出るだけで、本体が故障することはない。また、抵抗の測定では、ゼロオーム調整が不要である。強律電気計器、日置電気、三和電気計器、A、&D、横川メーターインストルメンツ、改正岩崎通信機。フルークコーポレーション、アジレントテクノロジー。 ケースレインストゥルメンツ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。